荒川区荒川駅荒川駅ってあったっけ。ないよな。日暮里リス、え、町屋、あ、町
違う、あすごいいいね、千代田線町屋駅通ってます、はい、日暮里、西日暮里とかね、実は山手線もあるよっていう感じで、おいすごい詳しいですね、素晴らしい荒川マニアですね。北千住は足立区です。南千住が荒川区です。あ、北駅。え、なんで。はい、ということでね、まあ荒川区のことをいっぱい知ってほしいなと思うんですけど、荒川区は23区唯一の区立遊園があります。荒川遊園最近リニューアルしたので、ぜひ行ったことないよっていう人、アイドルちゃんの撮影会とかでもね、ぜひいいフォトスポットになってますので、ぜひやってみてください。ということで、そんな荒川の魅力がいっぱい詰まったみんなおいでよ荒川っていう曲を歌いたいと思います。で、曲の中に荒川荒川っていうところがあるので、みんなで一緒に荒川って今日は叫んでいただきたいなと思います。それでは聴いてください。みんなおいでよ荒川。よし、荒川っていう言葉を使った会場でしたね。いいことだ。はい、じゃあね、ちょっと次の曲いきたいんですけど、ちょっとまた水飲ませてください。ハクちゃんと飲んでる姿、せーの、100点。こ
ありがとうございます。ガッテン、毎回100回いただいて嬉しい。飲んでる方、ガッテン優しいな。いやね、今ちょうど決算特別委員会昨日から始まってね、割と政治モードなんですけど、まあジュナちゃんの生誕祭ということでね、今日は久々に駆けつけました。まあソロで歌って踊ってるので、ね、みんなグループやと思いますけど、もうめちゃめちゃ息切れて水の間でやっとれんのですお許しください。次の曲終わったまた水飲ませてもらいますんで。ということで次の曲なんですけど、まあ、今日はねジュナちゃんの生誕祭ということで、まあ、ジュナちゃんと出会うきっかけになった曲、そして私が政治家として原点になるような曲を歌いたいと思うんですけど、 N 界隈そして政治家女子界隈から来たよって人どこ、あっ8割ぐらいかな、8割ぐらいかな。ほな多分みんな言い慣れてますね、言い慣れてますね。ホネララをぶっ壊すっていうね、ホネララをぶっ壊すっていうのが次の曲はめちゃくちゃ盛りだくさんでできますんで、ちょっと私が言いそうなタイミングでみんなも一緒にぶっ壊すって言ってほしいなと思います。ちなみに立花さんの前でその歌歌う初めてです。立花さんも一緒に歌ってくれるのはちょっと嬉しいなと思います。もう真ん中で一番ノリノリのおじさん、それが立花さんでございます。イエーイ最高さあそれではいきます、ぶっ壊す。そのまんまこの度ぶっ壊す党から立候補を決意した夏目亜希です。今の歪んだ世界をぶっ壊していきましょう。それでは皆さん一緒に世の中の常識をぶっ壊す、ストレス社会をぶっ壊す、弱虫な自分をぶっ壊す、ぶっ壊す。I'm not afraid to die.
最高ですね。はい、他の皆さんも最高です。今日ここにいる皆さん最高でございます。ではね、最後の曲に行く前にちょっと告知をしたいと思います。まさに今日真ん中にいる立花さんが私の著書逆境力っていう本をですね、去年11月に発売させていただいたんですけど、帯を書いてくださってます。まあ今までのね、人生とか生き様とかいろんな病気のこととか予防医療のこととかいろんなことひっくるめてちょっとね書いてありますんで、今日も物販で持ってきています。ぜひ手に取ってください。そしてその本をきっかけに12月2日慶応義塾大学病院の先生がですね、オファーしてくださってですね、パシフィコ横浜で大きな講演のイベントを、放射線学会のね、日本放射線学会のかなり、今日浜田先生来てらっしゃると思いますけど、はい、かなり大きな、ね、講演40分話させていただきます。無料です。ぜひね、まあ、家族でちょっとがん患者の方とか、まあ、自分自身にもね、将来のこと、今2人に1人、3人に1人がんになると言われてる時代なんですけれども、まあ、そういうの興味ある人来たらいたら、ぜひパシフィコ横浜12月2日足運んでいただきたいなと思います。そして10月22日は夏目秋のセンター祭やります。はい、都電カフェって荒川区の都電荒川線美濃橋のすぐ近くに都電の模型がいっぱいあるような、そんなね、都電カフェっていうね、ちょっとマニアックなカフェがあるんですけれども、そこでちょっとお食事付きのライブイベントやりたいと思いますので、今日初めて会ってちょっといいなと思った人、ぜひ来てほしいなと思います。では告知はこの辺にしまして、まあ、皆さん私のこと8割ぐらい今日知ってるってことなんでね、ツイッターとかおそらくフォローしてくれてるんだろうなと思いますので、あとはそこら辺でチェックしていただきたいなと思うんですけど、で最後の曲、この曲はですね、一人じゃないっていう曲です。まあ今日はね、ジュナちゃんの生誕祭ということで、すごく大切な一日、大切なイベントやと思うんですけど、本当に今日ここに来てるファンの皆さんとか関係者の人とか、ジュナちゃんもこれから人生、まあ、どんな人も辛いこともね、いいこともね、いろんな山あり谷あり、それが人生ですけれども、まあ、こうやってあったかい会場であったかい皆さんに囲まれて、ジュナちゃんはこれからも一人じゃないよって、そんな意味を込めて最後に一人じゃない歌わせていただきます。それでは見てください、一人じゃない。追い求め、失わずに失いかけてた大切な
クラスの星があって。